カタールトレーマー小木口選手です。まず試合を終えて今率直のお気持ちを。いや悔しいですね、はい。まあ、今後もまだ試合が続いていくわけなんですが、抱負の方お願いします。いやもうとにかく本当に次の試合に 100% の準備をして、で勝ち点3を取ることですね。ありがとうございました。はい。